はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はオーディールコールでまた新しいミッションが追加されたのでやっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、天下の飛将軍でいいのかな、やっていきましょう。まあどういうやつが出てくるのかちょっとわからないんで、まあとりあえずサクサクといけそうなパーティー編成でいこうかなと思います。はい、ということで1つ目、多分複数編成だと思うので、まあ素直に歩く編成でいいかなと思います。はい、けどどうなんだろうな、どういう敵が出てくるのか全くもって分かってないので、うーんって感じなんですが、なるほど、この絵兵の11万ぐらいか。はい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 、この絵兵ね、即死のね耐性がね少し高いんでね、特殊編成がワンチャンできない可能性があるので、そういった意味ではちょっと嫌な感じはするね。ただここでのドロップ何が落ちるのかちょっと気になる。確定で鈴がドロップしてくれるならば、正直ここはめちゃくちゃ回りたい感はあるね、俺個人としてね。はい、で、あ、2ウェーブ形式ね。はい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 、この衛兵が確定で出ての、あー、漁夫と、お、え、これ炉心が確定で落ちるのかな。これもし仮に炉心が確定で落ちるならばめちゃくちゃいいんですけど、どうなんだろう。いやけどさすがに炉心が確定でドロップするなんていうのは夢のまた夢だと思うからないと思うんだけどな、どうなんだろうねっていうのがちょっと気になってくるんですが、まあとりあえずぶん殴って奥の方は多分倒せる。あ、手前がちょっとだけ残ったけど、クリティカルで飛ばせん、わー、飛ばせんか。まあ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 、で金モニュメントかな、多分金モニュが確定ドロップの、どうだろう。まあとりあえずバスタークリティカルで飛ばして見ていきましょう。素材として、あー、炉心はやっぱり確定ドロップじゃないか。はい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 、ということは普通にここは、あー、いや違うわ、なるほど、鈴が確定ドロップでかつ漁夫からドロップするんだ。え、これめっちゃ嬉しいぞ。俺ね、鈴ね何千集めないといけないんで、そのこと考えると僕は相対的にプラスな気がする。え、いいな、ちょっと周回編成後で考えよう。あと2ウェーブ形式の周回となるんで比較的に楽になりそうな気はするね。はいはいはい、ということで1つ目がこんな感じでした。で2つ目がここですね。蘇る太古のロマンということで、何が出てくるのかわからないんですが、まあ、今回ここも3騎士ということで、3騎士ならばまあ素直にアルクでいいかなと思うのでアルクでやっていきましょう。どうなんだろうな、まあうまければこっちでいいんだけど、うん、お、毒蛇か。大体12万ぐらいの敵がちょっと出てくるという感じだね。うん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 、まあとりあえずバスター性能を上げてのぶん殴っていきましょう。うわー、アルクのコマンド2枚来てしまったか、ちょっとそれもったいない気するね。最後やっぱクリティカルドーンっていうのをやりたいんでね、まあ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 仕方ないか。はいはい、ということで1ターン目は突破だね。オッケーオッケー。え、録画できてるかな、大丈夫かな、なんかワンチャン録画できてないとかだったら怖いんだけど、ちゃんと録画できてました。はい、でその次、あー、18万24万、結構火力高いですねこれ。これあえて防御力ダウンしておいて殴りに行きましょう。24万の敵、まあシグルドとかジークフリートとかがいれば多分簡単に突破できるとは思うんですが、まあとりあえず、はいはいはい、1回で飛ばせないこれ、うわー、飛ばせんかったか、うん、まあ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 ここは仕方がない。うわ、ただ攻撃防御力ダウンを入れてここになったってことはちょっと一旦の間ラグが生まれてしまうんだよな、これちょっと辛いかも。バフが消えてしまうので最悪どうにかしたい、どうにかできるならばどうにかしたいなんだけど、首長竜はてな、こいつって何ドロップしてきたっけ、ちょっと何ドロップしたか覚えてないんですが、まあとりあえずちょっとアルクでぶん殴りましょう。はい、でまあ人の力
ん？人の力か。特攻は入らないので、混沌特攻がワンチャン入ってないですね。はい。入ってないんで、まあまあまあ、ここは仕方がなし。押し出しつつ、防具回転率上げれたらいいんですが、まあここは仕方がない。え、こいつって何してきたっけ？何がドロップしたかちょっと覚えてない。あと一応確認ね。あー、ドロップとして、フェイバーの魔石。あ、奇跡か。がドロップしてるっていう感じか。終了です。はい。で、こいつから何がドロップするかだね。銀がドロップしてるから毒針だとは思うんだけど、どうなんだろうなーっていう。レベルが上がりました。ありがとうございます。169レベルです。じゃなくて、あ？ドロップしないんだ、ここ。確定ドロップみたいな感じではなさそうってことは、あまりここを周回するメリットっていうのは高そうではないですね。はい。まずいわけではないというより、どうなんだろうな。まあ、多分毒、あ、違うわ。あ、なるほど。これ、奇跡しかドロップしないんで、奇跡集めたい人はここ周回して、みたいな感じですね。はいはい、なるほどね。というので、あと一つありますね。あ、これ高難易度か。ただ高難易度なんだけど、一個上の天下のやつに関しては鈴がドロップしてるんで、多分ここ鈴確定なんじゃないかな。で、それ以外の情報みたいなのはないので、もうこのまま高難易度もサクッとやっていきましょう。このクエストには、ボスエネミーとザコエネミーがあり、ボスエネミーを倒すとクリア。ザコエネミーまで倒す必要がないが、倒すと HP 回復が得られる。ボスエネミーは大量の呪いと弱体解除、弱体効果を付与してくる。付与された呪いの数が増えるほど弱体効果は強力になっていく。逆に呪い状態でない時のみ付与される弱体効果もあるので、呪いの数に注意しながら戦おう。だってさ。ということで、パーティー編成、これでやっていきましょう。一瞬ね、カーマ使おっかなーって思ってたんですが、全体宝具の方が良さそうな気がしたんで、今回は、はい、バーバンシー使ってやっていきます。まあ実際これに関してはね、やって損はないというか、面白そうな編成になりそうだったので、やっていけたらいいなという感じです。はい、ということで、まあそうよね。まあ正直、そうだろうなって思った。呪いって書いてたんで、まあここら辺のキャラクターが来るんだろうなとは思っていたんですが、というかそういえば弱体解除してくれるキャラクターがここに微妙にいないということに気づいてしまった。どうしようか。まあとりあえず GT とかいろいろ短縮だけしておいて、最新の怒り状態に関しては特に必要がないので、とりあえずこれで殴っていきたいんだけど、コマンドが悪いので、はい、諦めましょう。とりあえずマーリンの宝具を一回貯めていけたらいいなーって感じ。ババンシーも貯まったらいいねって感じだね。で、あ、そうだ、不快に関してあれどういうバフを打ってくるのかちょっと見てみたい。どういうデバフなんだ。HP が0になった時に呪い状態の敵単体の HP が回復する状態、防御力アップ。おお、なるほど、こういうのがついてるんだ。ならばそれをうまいこと活かしてあげたいよねっていうのがあるんだけど、宝具は今打てないので、あ、いや、これで最新の状態で宝具打てるようになったんで、宝具打っていきましょう。で、玉物宝具は正直後回しでいいので、一回これで殴ります。バーバンシーの宝具を打てるのちょっと優先で、気持ち優先でやっていく。まあここがね、全体宝具のバーンっていうビームなので、まあ比較的に防御力アップがバーバンシーについてくれたらプラスなので、はい、これでいいでしょう。攻撃力ダウンも入るのいいね。で、回復するたびに防御力ダウンしていく、防御力アップしていく、いいですね。で、このまま、はいはいはい、 23% か。がっつり溜まってるわけじゃないけど、まあ悪くはないですね。で、呪いがいってーねー。で、よくよく考えた、玉もとかさ、キャスターだからさ、普通に通常攻撃でやられる可能性があるんだよね。で、肉塊の復活ね。はいはい。これでガンガンやってくると。で、HP 回復欲しいのは、こっちで、ミコケルで CT 加速延長しておいて、ミコケルはとりあえずこれで延長できるようになったから、どうしようかな。
クリティカルでちょっと一回飛ばしますか。相手がホーグ打ってくるかどうかだけがちょっと怖いんだけど、多分打ってこないというのを前提で、はい、前提で殴ります。これでいいかな。マーリンは多分勝手にホーグ溜まると思うので多分大丈夫で、ここでホーグ一回回してノーでいけると思うんだけど、どうだろうね。CT 短縮 HP 回復で NP 加速でバスタークリティカルで一発で飛ぶ、これは分かってた。で OK、 たまものホーグ溜まりそうなのはいいね。っていうかまずいね、バーバンシーの呪いのダメージが結構でかいんで痛いね。 OKOKOK、 そうそうそう、そっちに行ってくれるとねすごいいいんだけど危ないですね。でこの呪い多分ねやられるので、ここ弱体して無敵打って、ここをたまものホーグちょっと回そうかなっていうのでいいでしょう。あ、しまった。そう考えるとミコケルの第一スキルをこのターンに打てるんだったら打ちたかったね。ちょっともったいなかったかもしれないけど、まあ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 、悪くはないので悪くはないので、うん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 、とりあえず HP 回復しつつ相手のホーグ止めながら殴っていきたい。殴っていきたいんだけどむずいんだよな、こういう時って微妙に事故りそうなのがあったりするから怖いんだよね。まあ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 、ダメージ自体は与えられないから別にいいや。あ、けどそうか、よくよく考えたらこのパーティー編成さ、呪薬食らったらやばいよねっていうのが今思ったんだけど、とか呪薬はないけど呪いが付与ガンガンされていくのか、ちょっとこれはまずいかもしれないな。4000ダメージ、それ自体は悪くないで、防御力アップ加速、殴っていく。マーリンは勝手に宝具溜まると思うので、ここはバーバンシーを優先的に、あと火力を出したいのでそっちを優先したい。実際これちょっとまずいな、自利品になるぞ。呪いの効果量が結構多いんで、できたらバーバンシーに何回も攻撃してくれる分には別にいいんだけど、ちょっとこれタマモが沈む可能性がある。ただタマモが沈んだら沈んだらで、とりあえずまあ後ろからキャストリア過去ガチなやつが出てくるから、どうだろうね、ちょっとそこだけが怖いんですが、タマモの宝具に弱体解除とかつくようになったらぶっ壊れな気してきたな今。はい、で6200の呪いは痛いんですよマジで。 OK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 、 もうバーバンシーに攻撃してほしいな。防御力アップがなんとかついてるからなんとかなってるけど、っていうかちょっと待って、今ふと見たんだけどさ、毎ターンチャージ1増えるの、チャージ1増えるのはね聞いてないね困っちゃうね、困っちゃうので、どうしようかな。ここ英雄作成帰ってきてるんで、バスターのクリティカルで飛ばしましょう。はい、多分飛ばせると思うので飛ばします。まあ最悪アーツでも良かった気はするけど、まあ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 、だけどこのパーティー編成マジでさ、宝具をぶん回せばぶん回すほどずーっとバーバンシーにバフがつき続けるっていうね、結構面白いパーティー編成だったりするんでね、楽しいんだよね。あと HP 回復がちょっと間に合ってないので、そこをどうにかしたいね。あとマーリンスター獲得の霊装つけてたけど、ここまでガン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 ぶん回るんだったらスター獲得の霊装じゃなくてよかったね。飛ばんか、飛んでほしかったけどな。で1回でとりあえず 40% 溜まったんですが、さすがにさすがにタマモがここでやられてしまったか。やっぱ呪いの効果量自体がめちゃくちゃ高かったんで、まあこれは仕方がないって感じだね。で肉が復活した。どうするか、加速、無敵が1回余ってるんでどうしよう。とりあえずバーバンシーが、バーバンシーは多分防御力アップ、防御力アップついてるんで耐えるんですよ。ってなるとこっちだね。とりあえずクリティカルはないけど通常攻撃でどうにかしていきたい。最悪倒してもよかったけど、まあ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 、とりあえずこれで 200%OK、 ブレイクした。おー、そうか、忘れてた、そうじゃん。まあまあいいでしょう。防御威力ダウン解除、あ、防
攻撃力ダウン解除されるか。これはね、良くない、すごい良くない、すごい良くないんだけど、あーなんとか耐えてくれて、防御力でなんとか耐えて、ギリギリ耐えた、セーフで、後ろっ側に持ってきてるのがなんとモルガンです。はい、なんでモルガン持ってきたんだろうねなんとなくモルガン持ってきたのがあだとなったな。でこれはですね、最初モルガンで最後頑張ってもらう、頑張ってもらうしかない。でこの間はとりあえず殴るしかない。で呪いが多分付与されてしまうので、これどうだろうな、 HP 回復の量とどっちの方が強いだろう。ワンチャンこれ呪いの数の方が多いから死ぬ可能性あるんだよなーっていうちょっと恐怖があるんですが、毒呪いやけど HP 回復、これでなんとか耐えてほしい。であとはクリティカルでとりあえずどこまで削れるか。あー、オッケー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 、7万ぐらい削れてくれるんだったらどうにかなる。はい、オッケー。はい、1万1000の呪い、1万1000は無理です。さすがに1万1000の呪いはね、対処できないですね。これはもう仕方がないです、諦めましょう。ただこっちはまだモルガンがいるというか、そうか、毎ターン呪いの状態を延々と付与してくるから、これ弱体解除があったらいいんだけどな。ないということで、これモルガン最後いけるかな大丈夫と信じたいんだけど、いやーけどこれクリティカルでどこまで削れるかなんだよな。フレンドさんレベル120モルガン、ぶっ壊せ、とりあえずぶっ壊せ。ぶっ壊しそうじゃないこれ、なんかすっげえぶっ壊しそう、なんかいけそうな気がしない。で、あーまあ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 、これでやられるのは別にいい。で攻撃食らうんだけど、ガッツ残ってるんで大丈夫、大丈夫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 で、おぶねー、偶然的にフレンドのモルガン持ってきといてよかったっていう、ただただそれだけだったな。実際これモルガンいなかったら普通に積んでたしね。うん、ということでなんとか高難易度勝てたんですが、よかった。いやマジで危なかった、普通に負けたかと思ったわ。大丈夫だよね、スリップダメージで食らうのは確か1ダメージ残るはずなので、体力1残るんでセーフですね。よかったということで、はい、白鹿城のやつですね、いろいろやってきたんですが、炭石3つ美味しいね、こんな感じとなります。まあ実際フリークエストが追加されていくのは結構ありがたいことなので、これは相当良かったかな。あとは普通にこの赤色のトーチですねも入手することができたってことを考えるとプラスだったりするので、はい、まあこれ以降に関してはとりあえず回れそうなところ、まあ、個人的にねちょっと鈴確定ドロップが来てくれそうなので、俺はちょっとここら辺、ここ最近の推しで周回しようかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.